相手の印象はどうですか？まあ、自分よりはるかにキャリアも上で、すごい強い選手だなとは思います。今回の試合でご自身のどういった部分をライジンファンに見せたいと思いますか？自分プロをデビューしてからずっと、1ラウンド KO できているんで、まあ、打ち合い1ラウンドからしっかり打ち合いをして、自分が打ち勝つというところを見てほしいなと思います。どんな試合展開になるとご自身で予想していますか？まあ、近い距離で多分打ち合い、本当優也選手もすごいパンチの強い選手って聞いてるんで、まあ、自分もそれに負けないようなスタミナと、筋力をつけてきたので、しっかり打ち合いたいと思います。ライジン参戦が決まった時の心境を教えてください。まあ、自分ずっとライジンのリングがすごい出たいな、ライジンに出たいなっていうのがすごいあって、で、まあ、会長からそういう話をいただいた時はもう相手が誰だろうとやろうかって決めてたんで、まあ、率直に嬉しかったですね。ムエタイのジムだと思うんですけども、ムエタイとライジンではルールが違いますが、そこは問題？あ、全然関係ないです。はい、大丈夫です。チームメイトにはムエタイで活躍されている福田海斗選手いらっしゃると思うんですけども、はい、何かアドバイスないと？まあ、アドバイスとかは特にはもらってないですけど、まあ、普段練習で、まあ、自分より年は下なんですけど、まあ、分からないことがあったら全部聞いたりとか、まあ、こここうした方がいいですかとかいろいろ聞いたり、自分からアドバイスは求めに行ったりはしますね。公式からは以上です。他ご質問ある方いらっしゃいますか？徳選手はそのキングムエですけど、はい、スタイル的には自分どういう、こう得意なスタイルってのは？自分はどちらかというとムエタイスタイルというよりかは、はい、多分本当にそれこそキックの方のスタイルの方が合ってると思うんで、まあ、全然問題ないかなと思います、はい。その中で佐藤代表からこう国木さん の, 手足の長い身長とかあれを生かした戦い方？そうですね、はい、それはもう会長にいろいろ指導してもらって、うん、まあ、そうですね、ムエタイスタイルも入れつつ自分のそのスタイルも生かしてやっていくっていう感じになります。この技を見てほしいっていうのがあったら？この技っすか？この技、まあ、でも本当にパンチが自信あるんで、はい、まあ、パンチを見てもらえばなと。あとはまあ練習してきた、まあ、必殺技もあるんで、まあ、それは当日楽しみにしてもらえばなと思います。